木下さんどうぞ。はい、あ、ご主人さん呼べるときまたお声掛けしますんで、先に奥さん。はい、すみません。はい、どうぞ。ふー、そうそう、上手ですよ。結構痛くなってきました。うんうん、痛い時でも結構痛みたい感じありますかね。ある。わかりました。ちょっと一回診察してみてもいいですかね。ね、そうしましょうか。お水買ってきてよ。あー、ご主人さん今ね、ちょうど診察するんで、はい、外の方に、今見るんでね、お水を、お水に後ででいいです。はい、外に。はい、またお呼びします。はい、すいません。あ、はい、はい、じゃあ沐浴の時はこう左手で赤ちゃんの頭から背中にかけてをしっかりと支えてあげます。ちょっと練習してみましょうか。はい、はい、じゃあパパどうぞ。首のとこどうぞ。あ、そうですね、頭の後ろぐらいから背中まで、はい、そうそうそう。あ、すごい上手です。バッチリバッチリ。やっぱお父さんの方がね、手が大きいんで、沐浴はね、パパの方が得意かもしれないです。あ、そうなんですか。うん、ちょっとね、頑張ってあげてください。すごい上手ですよ。フィットしてる感じがあります。そう、上手上手。こんにちは。こんにちは。ちょっとここ寝かせてもらって、全部脱がしてあげてもらっていいですか。はい、はい、いいね、今日パパと来たんだ。おむつ。あ、はい、おむつも。あ、おむつも。はい、お願いします。お利口さんね。ひも持っちゃって、ひも疲れちゃって。ちゃんと広げて大丈夫だから。大丈夫です。大変だったことですか。やっぱり分娩の時ですかね。どちらかというとインドアなタイプだったので、外に出たりとか全くしてこなかったんですよ。10ヶ月ぐらい経った時ですかね、なんとなく外に出てみようかなとか思って、それでママにすごい手伝ってもらって外に出たんですけど、大変でしたけど、でもやっぱり感動しましたね。あ、そう、助産師の方にもすごい手伝ってもらって、大貫さんっていう助産師さんがいたんですけど、その大貫さんの上手上手、次で出るよっていう声を聞いて、よし、じゃあ次で出ようかなみたいに思って、で出てきたっていう感じなんですけど、なんで？やっほー！なんで？お久しぶりー！大貫さんです。みんな知ってると思うけどね。なんで？ちょっとサプライズで会いに来ちゃいましたー。今日検診じゃないの？お久しぶりだよねー。どれぐらいぶりだって、退院してからだから、1ヶ月ぶり？大きくなったよね。ちょっと太った？やべー！それはそうですよ。くっちゃにくっちゃにしてる。いや、なんで本当に泣いちゃうから。めっちゃいい。やだやだ、ちょっと。はい、では改めまして、こんにちは、助産師のしおりぬです。そして同じく助産師のしおりぬです。違います。ちょっと自己紹介をしてください。まあ、テロップでお任せします。書いてある通りです。ということで、木下ゆうきさんがお越しくださいました。今日はありがとうございます。いや、ありがとうございます。嬉しいわ。一番出なかった。本当ですか。本当にすごい調子いい感めっちゃ出てますけど今。2番目で出たい番組。ブラタモリ。ブラタモリシオリーヌ。そこにもう食い込めるんですか。そう、もうカタカナ好きで。ブラタモリシオリーヌ。カタカナっていうところで2位ランクイン。ありがとうございます。出たかった、嬉しい。いや、本当に今回はですね、私のチャンネルでは初めての試みでコント動画というのをお届けさせていただいたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。緊張した。そうですね。いや、本当に僕は普段あんなコントとかやったことないんで。いつもそれをやってるじゃないですか。バレちゃいました。普段の素からこれなんですか。普段の素からこれですよ。めっちゃすごいな。私ももともと高校生の時にアマチュアでお笑いなんかをちょっとだけやって。そうなんですか。嘘。その時の映像がありません。し
回こんな形でコラボさせていただいてすごく楽しかったんですけど、まあ、ぜひあの木下さんもこう今までの活動とか知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、はい、まあ、今やられてることだったりとか、まあ、なんでこういう発信活動されてるのかとか、そんなお話をちょっと伺えたらいいなと思って、最後にこのトークコーナーをねちょっとだけ設けさせていただきました。あんなコントやったって真面目な話そうですよ、私は根は軸がブリブリじゃないですか。根は真面目なんで根は真面目な人、根は真面目って言わないわかりました普段 の, あのすごい、ね、面白いんで、ぜひ皆さんもあのツイッターから皆さん見てほしいんですけど、あのおむつ替えコントとか、はい、こう赤ちゃんインタビューとかのコントやられてるじゃないですか、はい、あれはそもそも、はい、いつからどういうきっかけでお始めになったのかすごい気になってるんですけど、2018年の頭ぐらいから子育て情報を発信するようになって、はいはい、で、あのおむつ替え動画がバーンっていったのはその年の年末12月ぐらいです、うん、あ、そうなんですね、その発信活動を始めて最初はああいうコント的なことはやられてなかったんですか？最初はあんまりコント的なのはやってないですね。へー、こう子育ての役立つ情報、笑えるエピソードとかそういうのを発信してました。はいはいはい、あの動画をこう思いついたきっかけとか、はい、やり始めたのはどうしたんですか？もう日常なんですよ、僕の。あの、おむつ替えしたりとか、おむつ替え以外だと子供と全力で遊んだりとか、はいはい、そういう動画は、うん、作ろうと思ってやったわけじゃなく、うんうん、日常をこうたまたまじゃないですけども、切り取ったら、バーッとたくさん見つけて、だから僕としては、え、こんな普通のいつもの木下ゆうきを見て笑ってくれる人がいるんだっていうのがすごく新鮮でした。それ普通なのが本当にすごいですよね。フォロワーさんというか木下さんのファンの方とかっていうのはやっぱり子育て世代の方が多かったりするんですか？多いですね、女性で同じぐらいの子育てしてる年代の人がすごく多いです、ね、あ、なるほど。なんかこう嬉しかった反響とかリアクションとかってあります？でもやっぱり僕がこの子育て情報を発信するきっかけになったのが、うん、児童虐待のニュースを見て、それで大切な命を守れる活動をしたいなっていうところから、うん、産後うつとか育児の用事で悩んでる人がちょっとでもクスッと笑えるようにっていうところからこの発信を始めたので。あ、そうなんですね。なのでその子育て中で、うん、もうここ数ヶ月笑ったことなかったんですが、うん、久々に声出して笑いましたとか、毎日大変な子育てで、もう辛くて辛くて悩んでたんですが、うん、木下さんの動画を見て頑張ろうと思いましたみたいなコメントもらえると、あ、ちゃんと自分がやりたいと思ってたことができてるんだなっていうのをすごく感じますね、めちゃめちゃいい話するじゃないですか。さっきまでの適当感どこ行っちゃったんですか？全部嘘なんですよね今のは絶対本当のテンションなんですそうか、本当にまあ、今はね、こう各家族も多かったりするので、すごいこうまだまだ女性がお母さんが担うことが多かったりするんで、すごいこう孤独になっちゃったりとか、そうですね、なんかこう思い詰めてる方たくさんいらっしゃるのかなと。おむつ替え動画とか出したら、もうパパがおむつ替えしてくれるっていうこと自体新鮮とかって書いてる方もいるぐらい。そうか、まだまだそのうちの旦那はうんちは絶対買えないですっていう人がいたりして、それは僕はもう信じられないです、うんうんうん、はい、許せないというか、いや、でもなんかそういう方がねこう動画を見てクスッと笑って、はい、まあ、また子育てこう楽しいなっていう気持ちを思い出して頑張ろうみたいな気持ちになれることはすごいたくさんあるんじゃないかなと。そうですね、僕も、うん、僕も今子供2人いるんですけど、はい、シングルファーザーを経験してるんですよ。あ、なるほどなるほど。下の子は再婚した今の奥さんと一回僕離婚してシングルファーザーになってるんで、なので本当に子育ての大変さは僕自身も実感してきたし、夜泣きでこう何時間も抱っこして家の中を、真っ暗な部屋の中を歩き続けて、やっと寝かせた後に SNS 見た時に同級生の友達とかが居酒屋でビールジョッキ持ってイエーって楽しそうに写ってる写真を見て、すっごい孤独感に苛まれて。そうですよね、社会に置いてかれてる感ありますよね。やっぱり思っちゃったんです、その時も。この子、この子がいなかったらもっと楽しかったんだろうなっていう、そんなわけじゃないのに、でもそうやって孤独をすごい感じさせられた過去があったので、だから同じように夜中とか授乳し終えて SNS 開いた人がなんかクスッと笑える動画があればいいなっていうので。なるほど。多くの方にそういったこう、ね、笑いを届けるような動画を作ってくださってるっていうのは、私もすごく、はい、まあ、なんか自分も助産師として、うん、あのいろんな方が楽しく、うん、ゆとりを持って社会みんなで助け合いながら子育てをしてほしいみたいな気持ちはすごくあるので。素敵な志、うん、だって若いですよね、まだ。いや、でももうすぐ30ですよ。
今俺20今年29 29? はい29でそんなね社会全体のことを考えて、いやもちろんですよ。だってやっぱりね自分も関わった赤ちゃんたちとか幸せになってほしいなと思っていたので、やっぱりその子育てを支援してくれる人とか励ましてくれる人が世の中に増えていくっていうのはすごくありがたいことですよね。いやありがとうございます。なんかすごい楽しく、なんでもう終わらせようとしてるんですか。だって長いもん。長いそんな言う、そんなはっきり言う。コントの後にこれ全部入れたらはっきり言って長い長いってジャンプカット、ジャンプカットということで締めに入ります。締めさせないちょっと動きを出すことでね役者さんも、あーもうカットしづらい、スマルトークだけだった、もうカットしづらくなってるカットして急にここからこうやって始まってて紙おむつ大阪しな感じですやめて、ドアップバージョンはやめてください。夢に出そうですお締めますよ、はい、いいですか、はい、はい、ということで今回はですね子育てインフルエンサーの木下ゆきさんをお迎えしてコント動画とトークとさせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ木下ゆきさんのリンク先も今日概要欄に貼らせていただこうと思うので、うわー嬉しい、ぜひまだ見たことなかったぞという方はぜひそちらから見ていただけたら嬉しいなと思います。嬉しいな嬉しい、本当にそんなに喜ばれることじゃないですか。いや概要欄にねリンク載せてもらえることなんてなかなかないですから。木下さん長い終わらせようとしてないでしょ今長いです。長い長いです。何分ぐらい撮ってるんですか。もう今16分になろうとしてます。長いはい、ということでこの動画が良かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。せーのでせーの多分おとりさてもっと気軽にオープンに語り合おう。I worry よ洗い一人にしない、これが私のセクセリケーション。